ニコライ・ニコライエビチは、ロシアの皇族、ロシア大公皇帝ニコライ一世の孫。第一次世界大戦開戦時に、ロシア帝国軍最高司令官を務めてドイツ及び、オーストリア・ハンガリーとの戦いを指揮したが、1915年に解任され、その後はカフカース方面軍の司令官を務めた。騎兵大将。ニコライ大公は、 ロシア皇帝ニコライ一世の三男ニコライニコライエビチ、大公とその妻アレクサンドラ・ペトロブナ大公妃との間に生まれた。ニコライは父と名前及び負傷が全く同じであるため、息子のニコライには若いを意味する村はチーをつけ、父のニコライには年長を意味するスタールシーをつけて区別する場合がある。父太鼓も軍人であり、1877年のロト戦争では、 元帥としてドナウ川方面での戦いを指揮した。また、ニコライは、ロシア皇帝ニコライ2世の同族の十四字に当たった。皇帝一族は、この二人を目別するため、ニコライ大公をニコラー社と呼び、皇帝の方をニッキーと呼んでいた。また、ニコライ大公は、長身で小柄なニコライ2世とは、非常に慎重さがあったため、前者を背の高いニコライ、 校舎を背の低いニコライと呼んで区別する場合もあった。ニコライはニコライ公平学校で学び、1873年に任官した。1876年、ニコライ参謀本部アカデミーを卒業。1877年に始まったロット戦争では総司令官を務める父の参謀を務めた。ニコライはこの戦争で二度戦功を立て、四等。 西行ルギー勲章と金星武器を授与されている。1878年、この絵表記兵連隊に配属され、中隊長、大隊長を務め、1884年には連隊長に任じられた。ニコライは軍人として順調に出世、1890年11月に第二新鋭機兵士団、第二旅団長、同年12月に師団長となった。大抗は、 気骨のある司令官と評価され、また、帰化の軍隊の尊敬を集めてもいた。彼は、戦闘における、指揮官というよりは、兵士の訓練教官に向いた性格だった。ニコライは、非常に信心深い人物であり、朝でも夜でも、食前食後は祈りを欠かすことがなかった。田舎にいるのが大好きで、自分の領地の管理をしたり、狩猟をするのを趣味にしていた。また、恩恵派ではあったが、 ハンスラブ主義を報じる国粹主義者だった。1895年、ニコライは、騎兵総監を務めることになり、以後10年間この職務にあった。騎兵総監の地位にある間、ニコライは、将兵の訓練と騎兵学校の改革を行い、騎兵と牙をより効率よく供給、確保するよう努めて、成功を収めることができた。ニコライ大公は、 日露戦争では司令官の地位を与えられなかったが、これには皇帝ニコライ2世の思惑があった。皇帝はもし皇族を司令官として敗北した場合に、ロシア提出の威信が傷つけられるのを避けようとしたのと、国内情勢が不安な時に、忠誠心厚い将軍をそばに置いておきたいと考えたのだった。このため、ニコライ大公は戦場で采配を振る機会を逸した。 1905年6月、陸軍と海軍の活動を調整する国家、防衛会議議長に就任し、参謀本部の軍事省からの分離を実現した。ニコライ大公は1905年のロシア第一、革命では、極めて重要な役割を果たすことになった。無政府状態が拡大し、ロマノフ王朝の未来が、風前の灯火となりつつある中で、皇帝ニコライ二世は、 セルゲイビッテ伯爵の提案する立憲君主政体への改革案を受け入れるか、軍事独裁体制を敷くかの選択を迫られた。大公は皇帝が軍事独裁のクーデターを起こす場合でも、軍隊の忠誠を皇帝につなぎ止めておける唯一の人物であった。皇帝は後者の選択肢を選び、ニコライ大公に軍事独裁官の地位を与えようとした。しかし、 ニコライ大公は独裁官に就任するのを拒否し、おもむろにピストルを取り出すと、自分の米紙に銃口を当て、もし、ビッテ伯爵の改革案を了承しないのならば、この場で自殺すると皇帝を脅したのである。大公の脅しに動揺した、ニコライ二世は、立憲君主制への改革に踏み出すことを決意した。1905年から第一次大戦開始まで、ニコライ大公は、 新衛隊とサンクトペテルブルク軍管区の総司令官を務めていた。大公は低い羊のものでも分け隔てなく高い地位に取り立てたので評判を高めた。敗北に終わった日露戦争の屈辱を大公は自分の部下たちにしっかりと覚えておかせた。1907年、ニコライ大公はモンテネグロをニコライ一世の娘アナスタシア、ニコライブナと結婚した。 アナスタシアは、ニコライ・大公自身の弟ピョートル・大公の妻・ミリツァ、ニコライ・ブナ・大公妃の妹で、ロイヒテンベルク公爵と離婚したばかりだった。この結婚は幸福なものとなった。大公夫妻はどちらも非常に敬虔な政教徒であり、また二人とも神秘主義に傾倒していた。アナスタシアは、出身国モンテネグロのハントルコ感情の強い環境で育ったためか、 極端なスラブ民族主義者であり、このことは、大公の反スラブ主義思考に、ますます白車をかけた。大公夫妻には、子供はいなかった。皇帝ニコライ二世とニコライ大公、最前列にいる人物が、皇帝、中央の最も背の高い人物が、ニコライ大公、1913年第一次、世界大戦に向けた、作戦計画と戦争準備は、 ウラジーミルスホムリノフとその幕僚たちの責任の下で行われていたため、ニコライ大公はこの時点では何の役割も担っていなかった。第一次大戦がいよいよ始まる段になって自分が最高司令官を務める気でいた、ニコライ二世はやめてほしいという大臣たちの懇願にコ負けーし、1914年7月20日、十4時のニコライ・ニコライビチ大公を 帝国軍最高司令官に任じた。ニコライ大公は57歳になっていたが、まだ戦場で総司令官として、再敗を振ったことは一度もなかった。彼は、自分が、これまで一度も引いたことのない規模の巨大な軍隊を、統率する責務を負わされた。ニコライ大公は、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、トルコなど中央同盟国と戦う、全ロシア帝国軍の最高責任者だった。 対戦開始直後から、ニコライ大公は苦戦を強いられた。タンネ年ンベルクの戦いでは、第一軍と第二軍との連携がうまくいかなかったために、壊滅的な敗北を起死した。一方で続いて起きたビスワガーの戦いとうちの戦いでは、ロシア軍が勝利を得た。大勢のロシア将軍たちが様々な作戦プランを決めていく場において、ニコライ大公の役割は限られたものとなった。 太鼓とその参謀からは勝利する高山の大きそうな守備一貫した作戦計画が出されることはなかったが、太鼓は個人のレベルでは召喚にも一般兵士にも好かれていた。ニコライ太鼓は軍事指導者というより官僚に近い性格だったようで、幅広く戦略的な視点や巨大なロシア全軍を率いる者に求められる冷酷さを持ち合わせていなかった。彼の司令部は、 たくさんの敗北を起死し大勢の戦死者を出しているにも、かかわらず、戦時とは思えないほど平穏な雰囲気であった。このまま大公に任せてもロシア軍の苦境は、好転しないと考えたらしい皇帝は、自ら戦争の最高責任者を引き受けようと、決意した。1915年3月22日、大公は、プシセムイシル皇位戦に勝利して2等、制御ルギー勲章を授与された。 しかしその5ヶ月後の8月21日、ロシア軍が戦略的撤退を行った際に、皇帝は大公を解任し自ら最高司令官に就任した。大公は最高司令官職を解かれて間もなく、カフカース地方の総司令官及び副王に任じられた。公式には、ニコライ大公が総司令官だったものの、オスマン帝国との戦いを担うカフカース方面軍を、 実質的に指揮していたのは、ニコライ・ユデイニチ将軍であった。大港の総司令官在職中に、カフカース方面のロシア軍は、遠征軍を派遣し、遠征軍はペルシアを通過して、南側にいたイギリス軍と合流した。1916年、ロシア軍は、エルズルムの戦いに勝利して、エルズルム要塞、トレビゾンド港、エルズインジャンを占拠した。 トルコ軍はさらに攻勢をかけ、両軍はバンコ周辺で一進一退を繰り返したが、決着はつかなかった。1917年、ニコライ大公はロシア領グルジアから占領地域まで鉄道を敷設し、人員物資の補給ルートを万全にして、さらなる攻勢をかけようとした。しかし1917年3月に、 皇帝ニコライ2世が退位すると、ロシア帝国軍は徐々に解体し始めた。老朽のニコライ大公2月革命の発生時、ニコライ大公は、認知のカフカースにいた。大公は退位直前の皇帝が、最後に言った決定により、ロシア帝国軍最高司令官に復帰を命じられたため、大本営の置かれたモギリョフに現れた。しかし大公が到着して24時間も経たないうちに、 臨時政府主犯のゲオルギー・リボフ公爵はニコライ大公を解任した。ニコライは解任後の2年間をクリミアで過ごしたが、自宅南京を政府から命じられていた時期もあったため、クリミアで政治的役割を果たすことはほぼなかった。一時は南ロシアで活動していた白軍の総司令官にニコライ大公を推す声も上がったが、アントオンデニー金をはじめとする白軍の指導者たちは、 もし元皇族を最高司令官に衰退すれば、白軍内の左派勢力が離反しかねないと心配していたため、ニコライの復帰は実現しなかった。赤軍がクリミアに迫ってきた1919 19年4月、ニコライは妻、アナスタシアを伴い、弟一家と共にイギリス海軍の戦艦、マールバラ号に乗り込んで、ロシアを脱出した。1922年8月8日、 ニコライは、アムール地方を支配していたミハイル・ディテリフス将軍の開催したゼムスキー・ツボルにより、全ロシアの皇帝に衰退された。もっとも、ニコライは3年前に出国していたためその場には居合わせなかった。その2ヶ月後、アムール地方は赤軍に制圧された。ニコライは、規定のイタリア王、ビットリオ・エマヌエーレ3世の品格として、ジェノバにしばらく身を置いた後、 妻を連れてパリ郊外にある小さな上官に移り住んだ。彼はフランス秘密警察の保護下に置かれており、また信頼のおける何人かのコサック体役兵も大公の身辺を警護していた。ニコライ大公は反ソビエトの君主制支持運動の中心人物であり、ピョートル・ブラーンゲルと共にロシア全軍連合を率いていた。全軍連合はソビエトロシアに 超報員を送り込むことを計画し、実際に何人かのスパイを送り込むことに成功したが、この任務を引き受けた、イギリス人の有名スパイ、シュドニー・ライリーは後に、ソビエトに摘発されて処刑された。ソビエト秘密警察の幹部たちは、報復にニコライ大公を誘拐しようと試みたが、この作戦は、失敗に終わった。1927年には、 君主制止自社組織は、モスクワのルビアンカ刑務所に爆弾を仕掛けることにも成功した。ニコライ大公は1929年1月5日、悲観のために訪れていた南仏のリビエラで、老衰のために亡くなった。ありがとうございます。